ロロくん、アルディの中村です。こんにちは、今日ご紹介するのはディズニーの本です。じゃーん、ディズニーの国という雑誌です。なんと1960年、10月発行ですね。創刊号なんですよ、これ。第1号第1巻なのに、創刊とか、ナンバーワンとか何も書かれてなく、いきなり10月号で10という数字が入ってます。で、全ページオールカラー、すごいでしょ。でね、定価はね50円です。1960年ですから、今もう昔ですね。で、中を見ると紹介でね、ディズニーランドのことがもう出てるんですよ。夢のようなディズニーランド、これが、1960年ですから、本が出たのが、ディズニーランドはアメリカでできたのが55年、5年前、日本の東京ディズニーランドは83年、だから23年前の雑誌ということになりますね。そうするとまだディズニーランドは、多分計画もされてなかったと思います。まずは表紙をめくると、日本の皆さんへっていうディズニーさんからの、文が出てます。これね、日本語なんですけど、漢字のね横に振り仮名が振ってあるんで、ちょっと読みづらいという感じですね。ほんでね、ドナルドダックでしょ、あって文語があって、ディズニー、さっき言ったディズニーランドの紹介があって、ちょっと宇宙旅行なんていう、なんかこの頃はまだちょっと夢がありましたよね、まだ。で、創刊号なんでプレゼント500人にディズニー時計が当たるという、それがね、抽選の仕方なんですけど、時代なんでしょうね、くじ引きって書いてあります。で、こう最後のページ宣伝が出てて、森永なんですけど、ディズニーパックっていう、でしかもディズニーランドにご招待っていう、すごいのが出てるんですけど、これがね、見てわかる通り100円です。当時100円の、お菓子のパックってすごいと思うんですよね。で後ろに、まあ、ボンゴっていうが出てて、さっき言ったように60年の創刊号でした。今回はこういうちょっとレアな、ディズニーの雑誌を紹介いたしました。また見てくださいね。じゃあねー。